ニュースダッシュの正しい遊び方、2023。1、ニュースダッシュを購入し起動しましょう。かわいい。2、本来はジョイコンを使うのですが、今回は期間限定発売の専用コントローラーを使います。それがこちら。ニュースダッシュらしくとても可愛らしい色合いのコントローラーです。なお素材は紙でできており、すぐに曲がってしまうところがデメリットでしょうか？3、必要な端子を接続します。すると光ります。お花畑みたいで綺麗ですね。これでセッティングは完了です。簡単ですね。それでは新しいコントローラーでニュースダッシュを遊んでみましょう。ただいま、メンテナンス中です。ミュージック、レディー、ゴー。
私がやれば当然の結果だぜ。